ちょうど休憩が3時なんですけれども、2時46分にガタガタと飛び始めて、どん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 大きくなってきて、で時間も長くなってくるにつれて、あたりを見ると、お墓の石がゴロンゴロン崩れ落ちる。また、私ちょうど完成間際だったんですけれども、アスファルトを引いたですね、その継ぎ目がどん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 開いたり閉じたり開いたり閉じたりで、なんだこれは、もうどうにもならないぞ、もう唖然としてました。家で母と一緒に漢字の勉強をしてた時でした。私は帰りの学活の前で、ランドセルを取るのにロッカーと教室の後ろの方にあるロッカーに行ってました。新発生時は学校の児童クラブにいて、廊下で遊んでた時です。やっぱり整備をされてるっていうのは安全側に行ってると思うんですけれども、ただその安全だからって思うと、やっぱり忘れがち、あの頃の壊された、命が奪われたものをきっと忘れてしまう、風化してしまうんじゃないかな。やっぱりもう10年は10年の節目で、あの当時を振り返って、今は整備をされたけれども、やっぱり自然のエネルギーは人には止められないんだっていうものをもう一度みんなで感じることが大事なのかなと思います。消防団の活動をすると、自然にですね、一団結して仕事を休んでも一生懸命活動してくれる、そういうふうな輪にもなく、それから炊き出しをしてくれる地域の方にも非常に感謝をしています。あれは本当に助かります。でそういうふうな連携が大切、みんなで協力する、自分たちの町は自分たちで守るというのが一番大事で、何ではないでしょうか。主にダンスの練習を使ってます。たまに友達と勉強とか4の2のルームで、鏡はあるので練習がしやすいので結構頻繁に使ってます。私は主に勉強で利用してますから、テスト前とかやっぱり学校から近いので歩いて友達と一緒に勉強しに、コロナウイルスがこう蔓延するまではこうかなり食事とかもできたので、友達と何時間おしゃべりしたりとか、ご飯とか食べながら憩いの場になってました。関西公開の活動として練習したり、テスト前友達と勉強するのに図書館使ったりとか、学校でできるダンスの練習って場所も限られてて、
手がないと部活が成り立たないぐらい大事な場所だなと思っててダンス練習の時に欠かせないというか経験できないことが受験できるんですよね、うん、なんか図書館のスペースとかもいろいろこういうテラスとかサンルームとかそこでも勉強ができるので勉強するにしても集中できる場所だし、うん、なかったら困る場所、うん、あったらすごい嬉しいですね。便利な場所でちっちゃい子とか遊べるスペースあるから、うんうん、遊びたかったなって実際思う。わかる、わかる。私は郡山市民なので須賀川のことを高校に入るまで知らなかったんですけどこの場所に来るようになってからやっぱり資料とか須賀川のことを知れるものがいっぱい置いてあるので須賀川市民の方々の雰囲気とかその温かさだとかそういうのも徹底で知ることができるようになったのですごいいいなというふうに実感しています。